2016年最初の G1 第31回全日本選抜競輪、福岡県の久留米競輪場で行われます。まあ、久留米競輪場自体はまあ非常にこうオーソドックスな感じの400バンクというところで、もう持ち味がそれぞれ発揮できる、そういう大会になるんじゃないかなと思います。中心はやっぱりグランプリ王者の浅井康太。浅井がまあ記念の優勝というものはないにしろ、深谷智弘とこの連携していくことで、大宮高松とこの2場所、この浅井の凄さであり、まあ、深谷の復活ぶりというのが非常にこう今年は目立っています。そして立川記念を勝った原田健太郎、和歌山記念の郡司浩平、こうした若手の躍動といったところも、この今年の G1 戦線さらにどうなっていくのか、非常にこう注目を集めるところであります。そしてまあオーバーフォーティーになるんです。まあ、村上、武田といったところが踏ん張り切れるのか、そしてまあ平原コートはやはりとにかく強い、そして平原がその強い中で昨年 G1 をどうしても勝てなかった、そこを今年どう突き破ってくるのか、まあ九州でなんとかしてほしいなという、この園田が苦しんでいる、まあ、地元の吉本拓司であり、そしてまあ中川誠一郎、どういうバトルを繰り広げて結果に結びつけるのか、すごくこう難解な、まだ始まってない2016年の G1 というところであるんですが、初日の特選3つ、注目レースから、予想を1つ選んでみました。狙いは特選の11レースです。並びは1番、5番、6番、渡辺和成に山崎義人、菊池啓翔、2番、9番、7番、平原康太、武田豊樹、芦澤大輔、3番、4番、8番、原田健太郎、小倉隆二、橋本剛。普通に考えると平原が中段から、まあ、まくるなりかますなり、抜け出すなりというところでシンプルなレースになりそうなんですが、実は混戦になるんじゃないか、平原が前に攻めていく、原田健太郎がやはり良いだけに、原田の動きを平原が警戒する分、実は混戦になるんじゃないか、淡白なレース、和成は淡白なんですが、その2人と相まって激しくスピード戦を展開することでもつれる、ということで狙いは5車ボックスにしてみました。1、2、3、4、7、狙いたいのがやはり混戦になった時に強い小倉4番であったり芦澤7番、どうしてもちょっとこの辺りを絡めたいというところで、自力3人と穴っぽいところという5人でボックスの狙いにしてみます。特選の10レースは、深谷金子の指定コンビが久々の連携、ここもなんとかワンツー決めてほしいなというところ、で最初の12レースは浅井康太が竹内優作に任せて、竹内はあの1月が圧戦しない処置だったので少し開くんですけれども、とにかくこう先行して、あとは浅井がどこまで残せるか、新田裕太がちょっと迫ってくるんですが、浅井はここはいい仕事をしていきそう。予選難関勢が非常にこう目立つかなという感じ、コマ数も非常に多い、千葉10人という凄さもあって、難関がそうで19人、もしかしたら初日は難関で、まあ、ちょっと一次予選の方は本当にこう難関から狙うのが面白いかなという感じがいたします。まずは2016年の G1 の初日、大いに楽しみにしましょう。